対せずしてってらす、その生おろずから妙なり、そのしおろずから美なり、かつて分別のしなし、その生おろずから妙なり、かつて合骨の生なし、かつて分別のしなし、そのし偶なくしてきなり、かつて合骨の生なし、その生主なくして妙、水木をして地にそこに決し、魚類で死なり、空疲労をして果てなし、取り込んでようようたり。いわゆる座禅心の心は大有全然なり、少子向上の意義なり、父母二生一善の節目なり、物騒をそしることなくんばよし、なり。いまだ宗心失妙も免れずなり。頭長きこと三尺、首短きこと二寸なり。仏々の容器。仏々は必ず仏々を容器とせる、その容器、現状せる。これ、座禅なり。祖祖の器用。天使。この後なしなり、この道理これ祖祖なら、王天エデンあり、おおよそ回答勘弁の面々、これ仏仏の容器なり、勘弁回答の図、これ祖祖の器用なり、地に触れずして知る、地は各地にあらず、各地は少量なり、領地の地にあらず、領地は造作なり、はるがゆえ道は不足地なり、不足地は地なり、天地と土量すべからず、意地と極量すべからず、その不足地というのは、名刀来名刀だ、安刀来安刀だなり、我が行政府なり、縁に対せずして照らす、この章は少量の章にあらず、名章にあらず、大縁を生とする。生の縁と消せざるなり、縁これ生なるがゆえに。不在というは変界不造造なり、破壊不出頭なり、みなり妙なり、エゴ不エゴなり。その地おのずからみなり、かつて分別の死なし。死の地なる、必ずしも去り際からず。その地は形なり、形は線がなり、この線画は美なり、この美は妙なり、使用するに活発発なり、竜を作するに不問と内下に変われず、今の一致わずかに使用するは限界線画を年代し臨時してするなり、線画の親切に我が地なくば、一致半へあるからず、分裂資料の細く来頭すると嘆く目から、偽造分裂なる物々、すでに現状し、たれる。造具は偽造なり、偽造は現状なり。しかあればすなわち、造具分裂は不法一人なり。その生をおろずから妙なり、かつて合骨の長なし。合骨というは人海なり、しかあるに事業なり、事象なり、このゆえに未だ将来にだるがごとし、目を怪しむことなかれ耳を信ずてからず、敵にすべからく死害に、衆を諦め、御衆に向かって取ること、即を取ることなかれなり、なるは将なり、このゆえに無遇なり、このゆえに無種なり、これを着ないと従事しきされる、したり、用ないと不妊し、あるに、我帰っていちゃくなり、水着をしてそこに徹し、ご無理徹しなり、水星というは空にかかれる、水は冷水に徹底なり、乱や機械に膨張する水星の水にあらず、現在に外岸なき、これを徹底の清水とし、大もしこの水を行くは、こうなきのから、こうは幾万程となく進むといえども、不足
人の不幸衝動なり。空移動して果てなし飛び飛んでいる揚々なり。空活というは天に晴れるにあらず、天に晴れる空は空は滑空にあらず、岩や岸に不変なるは滑空にあらず、音源に表裏なし、これも滑空という。鳥もし空を飛ぶは飛空の一方なり、飛空の暗に測るべきにあらず、飛空は人海なり、人海飛空なるがゆえに。この地クソバクということ、知らずといえども国策の他の同志も同志するに同様と同志するなり、一日目からく即下に意図をなくしてあるべし。なり、空の飛行するとき、鳥も空飛行なしするなり、鳥の飛行するに空も飛行するなり、飛行を探求する同志には、自在者になり、これごつごつきの真なり、陸番低下自在者にも強い言う。万死伝寺の座念心格のもとし、初代の同宿の中に今だ今のごとくの座念心あらず、諸行の修したり、もしこの座念心のごとく同宿せしめんに一生理想の力を尽くすとも同宿せんこと上からなるなり、今諸行に見える一人この心のみあるなり、天使上道の時世の常に言わず万死こぶしなり、自由の感を人も言うことすべてなかり、人の面目あらんとき、仏相をも地にすべてなり、まことに知りぬ、鉱山に仏相あることを。今万死伝寺より後、84年になるかの座禅心を見て、この座禅心を制す。今任期3年、水の絵とは3月18日なり、今年より昭和27年10月8日に至るまで、前後を算段するにわずかに85年なり、今戦する座禅心これなり。座禅心、仏仏の陽気そその気を不思量にして現ず、不エゴにして上手、不思量にして現ず、その現をおのずから親し、不エゴにして上手、その上をおのずから昇難、その言をのずから親し、かつて善なまし、その情をのずから小なり、かつて小変なし、かつて善なまきの心、その心にすることなくして脱落する、かつて小変なきの小、その小を測ることなくして工夫する、水気をして地に消し、魚ゆいて魚に似たり、空気をして天に通る、鳥飛んで鳥のごとし、万死伝寺の座禅心、それ同理念にあらざれとも、さらに格のごとく同種すべきな、おおよそ物質の理想、必ず座禅を一大事なりと算学すべし、これ観点の勝因なり、昭和現像座禅心、任期三年、水の絵とは3月18日、宝生法輪寺に帰す、同4年水の尊、冬、11月、越州吉田県、高少者に入って主に示す。まあね、この座禅心の町はですね、初めに、この一番初めのところには、薬山高等大臣という感じの、このですね、ごつごつ金、何をかしよう、死にわく資料も資料で、そういわく、資料で違反が資料せん、地理学で資料せん、その場を引いた。そしてその次には、南学高税のね、魔線の瓦を磨いて、神とするって話を、ね、聞いたわけですね。そして、その結局南学を起こしてとかって、結局、その我々のやってる座禅ね、仏祖正殿の座禅の話をしてきた。そして、今ここでね、今日のところは、以上の話を総まとめしてね、総まとめとして、万死の座禅心を聞いて、そしてこれ、道元禅師が提唱される。
ましたけれど、昔病気で言いますと、シナーでは、針を打った、竹冠に書いてある、昔は竹だったらしい。それが今は、真珠っていうときに、金編だから今、金属でやってる。そして、その病気を治す、針のことなんだけれど、それから転じてね、結局、急所をついて、そして、人を戒めるという意味がある。例えば、戒めるという字に書いて、心解決。それから、覚めるという字に書いて、心観。それから、規則の字を書いて、心に。それから、教えるという字に書いて、心空。あるいは、言葉という字で、心言というね。そういうふうに、たくさん心の字がある。これ、戒めるっていうのね。つまり、ここじゃ、座禅について、本当の急所のついてですね、一番大事なこと、座禅の大事なことを言うって。そして、座禅が陥りやすい病気を治すっていう、そういう意味です。それで、座禅に、直視、万心念に、小学生、万心念に入る。物々の容器、粗相の器用。この、どの仏も、そして、その、容、容器の容っていうのね、大体、要っていうんだけど、本来は、人間の腰ですね、のことを言うらしいと。それで、それから転じて、寛容、一番大事なこと。くりめた。それから木っていうのは、いわゆる旗の縦糸で、ね、こういうふうになってる、あれをこうの動かす、縦糸を動かすね、この道具のこと、木。だから、働きを起こす仕掛けっていう。で、過発の木っていうね、発する、ね、か発する。つまり、容器、器用というのは大事なことだ。それで、理に触れずして知り、縁に大切にして照らす。理に触れず、縁に大切にする。これ一体どんな境界かって考えるから、それで検討外れになっちゃう。そうでない。今、我々のする座禅が、これ理に触れずして知り、縁に大切にして照らす。その字に触れる。というのは、座禅というのはね、諸縁を放射し、万事を休息してっていうのはね、諸縁を放射。だから、縁に大切。それから、万事休息っていうのは字に触れず。それで、すべて、とにかくすべてのない以外、すべてをやめて、ただ座る。そして、字に触れずして知り、縁に対せずして照らす。知る、生。これ、社員を放射し、万事を休息して、そして、座った。そしたら、とうとうコックリコックリ居眠りしちゃった。これだったら、あれですね、残念なの、居眠りだ。それはね、世の中の昼、重荷を下ろして、下ろして昼寝かなって、あれがあるけどね、なんだかんだってもう、やっそもせやってるのね、それをすべて、下ろして、そして、ゆっくり昼寝するっていうの。これは、あれですね、汗くんもがき回ってるよりは、罪が薄いだ。しかしながらね、寝ちゃったのは寝ちゃったんで、これは生き生きしてる姿じゃない。そこのところで、座禅っていうのはね、諸縁を放射し、万事を休息して、寝ちゃうんじゃダメだ。これ座禅なんだ。そこで覚める。そこが大切だ。それで、それじゃあ、一体何に覚めるのか。誰が覚めるのか。で、何に覚めるのか。
にしたらもう座禅に入れた座禅。これで、それでね、私の言う、その、あれなんですね。私が、これは私の言葉だけどね、天地いっぱいの命、ただ座る座禅、命の実物の覚め覚める。これね、私もまあ、あれしたんだけど、この度この座禅心もね、本気になって、その、読んでみてね、俺の心の座禅の光だなっていうね、あれは、とてもよく言い抜いてる。あれだなっていうのを私自分で感心して、結局ね、今なぜで大切なのはね、初めから天地いっぱいの命っていう、それを知らない。そして天地いっぱいの命が、その普通はね、自分が天地いっぱいの命だと思ってないじゃん。大概、その、あれね、俺は俺が生きてた。しかしもう毎度言うようにだ、その、あれですね、思っても思わなくても知ってもし、知らなくても、信じてもし、信じなくても、みんな天地いっぱいの命を生きてる。それが、早い話がさ、いつも言うように、その夜寝ている時でも、ちゃんと息してるから。これね、俺の力で息してるんだって。そういうつもりだったら、あんた、夜寝てる時、息止まっちゃうんだ。そしたらもう、一旦止まったらもう、それで終わりなんだ。俺とは関係のないところで、ちゃんと息してる。これ誰の力？これ誰の力ってね、確かに俺に働いてるんだから、俺の力。しかし俺、その俺は、思いじゃ、思い以上の力。不思議王権だ。あれで、いわゆる、そうすると、そういや、そうかなって、まあ今皆さんが思ったんですよ。その思いはどっから出てきた。これも天地いっぱいどっから浮かんできた。いや、そんなバカやからね、まあ思う。これも天地いっぱいとか浮かんでくる。だから思っても思わなくてもし、知らなくても知ってても、信じても信じなくてもみんな天地いっぱいとか、こういう思いが浮かんでくる。だから、資料を不資料って言うんだよね。今、万神殿寺の初めにあったね。この不資料っていうのを一番初めのところですよ。約三行動大師がするついて、そうあると、おつぼつし、何をか資料せん、地位はと資料庫、資料亭。資料庫、資料亭って、この資料亭を資料せよって言うんじゃない。資料っていうね、どれもこれもっていうのがこうだ。資料のどれもこれも資料亭だ。どんな思いを思うとしても、それぐるみ、資料亭なんだ。よっ。つまりね、その、ラネンというのはね、一切の資料も、我々いろんな思いも、思うんですね。その、思われた中身に踏み突っ込まない。この、あらゆる思いを、不思議を定義版に置いちゃうと。大体不思議を定義版から、浮かんでくるんだからね。それを、いつでも、その思いの先っぽに頭突っ込んで、そして思われたな、先っぽばっかりを追ってるわけだね、我々普段は。ところが今、何年した限りは、そのあらゆる思いが、もうそれぐらいに不思議を定だ。で、結局だから天地いっぱいの命。それを、初めからだから天地いっぱいの命。そして、ただ座る座禅と、もう座、ただ座る、天地いっぱいだから、どこも行きようがないの。求めようがない。なんとかして悟ろうと思いますね。悟りっていうね、向こう側
なんとか、ボツボツ仏になろうっていう話じゃない。座禅そのものが仏。
たい。もし思うとすら、みんなそういうのは妄想っていうのね。妄想っていうのはないことを描き出せる妄想だ。ところが、今、その座禅の時は、そういう妄想を手放し、手放し。だから、妄想を手放し、手放し。命の実物に覚め、覚める。これ、どこまでもする。それをやってること。そういうのをまさに瓦を磨いてる。それで、まさにということが、まさに瓦を磨くということが状況だ。神となった。それが、まさに、先ほどの話に出てきたでしょ。だから、まさには、瓦を磨いて神とする。あるいは、座禅にして、本部が仏となるって、そういう推移はないんだ。そういう移り変わりはないんだ。ただね、魔禅が魔禅っていうね、生命の実物、ただやってるって、そのまんまが、ね、状況の、鏡なんだ。それで、魔禅は魔禅っていう生命の実物。そして完結してる。で何から A から B へっていうね、移るんじゃない。A から B へっていうね、こういう推移はないんだ。そうでなくて、A は A、切り、それで完結。B が B で完結。これでですね、それが、その完結、完結っていう。それが状況であり、サービス。だから、これ現状法案の巻にもあったでしょ。先には入りとなる。さらに帰りて先にとなるべきにあらず。しかあるを入るは後、先には先と検出すべから。知るべし先には先にの方位に従して先あり後あり。善をありといえども善を裁断せず。灰は灰の方位に従して後あり先ありと。あ、先は先に切りの完結。灰は灰切りで完結。迷いは迷い切りで完結。悟りは悟り切りで完結。座禅で大切なのはね、こういう、まさに完結、完結に覚めされる。で、そういう、今、その、座禅において、覚め、覚めるっていうのは、そういう完結に覚め、覚める。これを、今、字に触れずしてし、縁に対せずして増やす、この地であり、生。これで、だから、その、今、地っていうのは、仏の地権だ。法華経で言えば、武士地権。あるいは、将って言えば、般若心経にも出てくるけど、王も開空ってね、その格の、と将権して、この将権の将。で、字に触れずして知り、縁に大切して照らす。縁に大切して照らす、その章をおのずから妙なり。この座禅師がね、この、和紙伝寺の子、不動源伝寺の子、この座禅師は、追句追句で書かれてますがね、追句っていうのは、もう対象して、言葉を対象して、反対のことを言うものを対象する場合もあるけど、今、ここはそうでなくて、もう追句では、言葉としては追句で書いてるけど、もう重ねて言ってですね、そして強調する。同一意味をね、重ねていって強調する。して書いてるのね。だから、そうして今度は字に触れずして知る。その字、おのずから美なり。この美っていうのはね、どうなの？この美って言うと、まあ、バイキンぐらいがさ、美だと思ってるじゃない、普通。
またそのバイキンの中に寄生しているバイキンをまた拡大すると、またこれクジラぐらい大きくなる。そうするとそのまたバイキンの金玉にかかっている虫もいたってある。またこうやって拡大する。これキリがある。そして一体ビッチュの拡大してている結局ビトは何だ。仏教でいつでも私が言うけれど、仏教で言う仏語っていうのはね、そういう比較した話じゃない。結局ね、ビッチュはね、空っていうの。空っていうとね、断滅、断滅、何もないのかと思う人がいるから。それで空の異名としてですね、美とか、あるいは象徴とかいう言葉を使うね。象徴っていうのは、汚れてるのに対して、全く綺麗っていう意味でね、空っていうことを何にもないっていう。断滅した空じゃない。しかしながらその、あるわけじゃないっていう。あるわけじゃないけれど、ないわけじゃない。そういうのをね、今、ビッチですね。それから、だから、有利。有利ってのは、かつて幽霊の有だ。つかなくても、もう目には見えない。が、しかし、そういう大小比較を変えたビッチって言ったら、もう、空です。だから、妙っていうのはね、これは女編に少ないっていうか、要するに、若い女の心理状態っていうのは、ちょっとこう、測りきれないところはある。なんで泣き出したのか分からない。なんで笑い出したのか分からない。なんで笑ったのか、ちょっと馬の尻尾に毛が生えて、ちょっと笑っている。そういうね、わけが分からないところで、笑ったり泣いたりする。これはだから、不可思議になる。ね、結局、資料を絶してるって。それを見よう。つまりね、諸縁を放射し、万病を休息して、ただ座る座禅においては、そして、その座禅で冷め冷めるところといえば、空なんだ。それから、資料を消した資料だ。で、その地、おのずから未来、かつて分別の死なし。これはね、分別の死なしというのは、あれかこれかの話じゃないですよね。あれかこれかっていうんで分別するでしょ。ところが今、もう、そのうちおのずから美なりっていう時には、空なんだからね、あれかこれかの話じゃない。その章をおのずから妙なし、かつて合骨の蝶なし、悟りとか迷いとかっていうね、少しの兆しもない。だからね、座禅しながら、よくね、自分は座禅して、なかなかいい境界に来れて、来ましたとかね、いいとこまで来ましたとかって言う人がいるけど、こういうのはね、あれだね、もう座禅から滑り落ちちゃってか、滑り落ちて、なかなかいい境界に来たって考えてるから、それで滑稽っていう。滑稽っていうのは滑って考えるっていう。そういうね、座禅においてはそういう自己観察は成り立たない。自己観察したと思ったら、もうそれは座禅から滑りを起こって。今、座禅はどこまでもただ座るなる。で、かつて分別の死なし、そのうち、無垢にしてしなり、かつて、大仏の長なし、その章、中なくしてよ。無垢っていうのはね、無垢っていうのは二つに割れる数字でしょ。二つに分かれる以前の実物だってこと。無垢っていうのはね。これで木だ。実物はもう、なんていうか、日本人で言えば蝶と判断。かつて合骨の蝶なし、その蝶、無種にして、無
無出世、その対する向こう側の境界をによって主役することを出世ね、そういうのはない。相手なし、相手なしに両々としていく、その巧妙ばかりというのでしょう。つまり命だけなんだ、命の実物だけだ、命の実物の冷め冷める、この命の極論。結局ね、残念というのはね、これ我々普段こうして生きてるけどね、この命の中身っていうことをつくづく考えてんだけど、我々生きてるのに、普段生きてるのに中身と関係のないことばっかり大騒ぎしてんじゃない。俺の命の中身と全く関係のないことで大騒ぎしてんだろう。まず冠婚葬祭っていうのはこれ命の中身とは関係ない。ほら大概冠婚葬祭のためになんだかんだって追われていたら、あそこに持って結婚式があるって、いくら出そうかって、まずこれが普通の感じでしょ。それで、呼ばれてったって言って、それでなんだかんだって結婚式にね、わーわー行ってて、それで帰っての、その席上に出てくるんでも、わざわざ、病院かなんか行って、そうやって、俺の結婚でもね、一生懸命、仕事を失敗して出かけてくる。そして、結局それに勝った企業はって、またそれだけ働かなきゃ。結局、今、我々、ですね、冠婚葬祭をこう、さっと切り落とすと、それだけ働かなくてもいい。私はまさにそれやってたから。観光葬祭すべてこう切り捨ててるからね、だから悠々だ。それでね、つまり普段みんな命の中身とは関係のないことだけに追われてみんなやってると思います。ところがその命の中身をだけっていうのがあると、これ天地一体の命、ただ座るため命の実物の冷め冷めると、それだけの座禅というのは、だから、一つの我々のね、全く極です。もう本当の、その命の実物のギリギリをやるわけです。あの命の中身だけやる。だからそういうつもりで座禅しなく、それを、その座禅の中でも、なんか、悟りとか迷いとかして、変なものを持ち出して、そして愛しているとすれば、もうそれだけ慣れるか、成り立たない。今、ギリギリの命の中身を事実やってるっていうね。だから慣れちゃうさ、本当に面白いやつはね、だから道楽の教師の、いろんな道楽してきたもんやけれど、もう、だんだんこう、道楽もね、初めさ、それこそ、祇園の総上げしたとか、なんとか言って、大騒ぎしてる。だけど、あれで虚しくなって、結局、今度は釣りだって、釣りで切ってる。ところが釣りも虚しくなって、そして何やったかって、座禅。このね、本当に座禅ってさ、道楽の極致さ。で、水起用してそこに徹し、泳いで、これ生命実物っていう命の水ばっかりだ。化物が入れないっていうのは、それだから済んだ。それでだからこれで座禅っていう中に悟り迷いっていう匂いがない。それで上下透き通って澄み渡って、その点で、ね、この道元禅師の座禅の特色は、透明ということですよ。なんか、他の宗教は何
者の彼らですよね。それっていうのはさ、大体天地一体なりだちって言った感じは落ちこぼれようがないか、それから求めようもないか、それで結局全く揺り抜いてただ失調を変えるだけなんです。だから私はまあ外人たちに言うのね、ダレントは何ですかって言うから、最もその、洗練された人生態度という話ね。これディファインド&ディスティルドっていう理由で言ってたな。ディスティルドっていうのはこう、なんていうか、蒸留するっていうのか、このディファインっていうのは洗練された、ね、全く洗練され、されきったのが、それに対してみんな、本当にやぼったいことばっかりやってんじゃない。私なんかは全くその点を初めから疎開的に感覚だからね。それでそういうやぼったいことはできない。もっとも、洗練されきった。それが、誰か。それで、魚竜に天地、そういう天地いっぱいの多い命っていうね、水の中。そこで多座物が悠々と泳いで水を離れない、ね、そして空は昼もして果てなし、それも大いの生命実物っていう空、大地陸っていう空、そこじゃ無とか無とかっていうその災害果てがない。その第一陸という空の中に鳥がその自由に飛んで空に即しない、空を命とする、これが鳥飛んでようにもなる。まあこの座禅師、和紙禅師のね、座禅師はの意味大体そんなことだね。それでこれに対して道元禅師が提唱される、外部座禅心の心は大有厳然なる。大有の座禅心って大有厳然って、この大ってやつがまた今言うように比較対象を絶してるのが大っていうのが毎度言うようにね。だから悟りようもない、求め悟りとして求めようもない、迷いとして転げ落ちようもない、どっちへどう転んでも多い町だ。天地一体の多い町だ。そこに座るという。それが必勝期。そしてそれが大だ。それでこの大がそのまんま働くのは優だ。で、ラゼンというのはだからそういう、その多い命そのもの、少子向上の意義になる。これはね、少子向上っていうと、少子の他に何か別物があって、そしてそこに向上するのかと思うけど、そうじゃない。今、覚めるんでね、老い命、その命の実物の覚めるでしょ。そうするとね、これはね、向上の少子っていう意味です。要するに、この我々求めようがないんだ。これが面白いんだね。ここでみんな何が何だかわけわかんなくなるのね。我々今言うようにどっちへどう転んでもその天地いっぱいの命生きてるのは間違いないんですよ。それで言いながらね、それじゃあそこも求め、何にも求めないでいられるかというと、我々いつでも何かでやれるし、その求めてるわけね。少なくとも我々こうして生きてるというのは、いつでもあれかこれかって言って、分別して生きるんじゃない。早い話が、この向こうから自動車が来た。こっちはこっち歩いてくる。どっち避けようかってね、これだ、一つでもあれかこれかの話が。これはね、だから、そのためには、求めるところなし。落ちこぼれようもなしって言って、向こうから自動車来て何もしないって言って、そんなんじゃあな、多分。
その時に我々自動車ってちゃんと避けるんで生きてやる。それで、もし死人だったらそれは避けないですよ。だけど生きてる限りは、少なくともどっかへ行く、その自動車は避けるんだ。そうすると、そこに求めずにはいられない何かがある。求めようがない、落ち込まれようがない、もうどっちと転んでも命だっていうのと同時に。しかし、どっかを狙わなきゃ。というのがね、事実の生きてるということだ。その辺でもってみんな迷ってる。早い話は私がどっちかを転んでもいいのしって言って、皆さんもなるほどと思ったって、しかしそれにしてもこれどうなんだって、そこで迷う。結局どうを狙うか、我々の狙いは、そのどっちかを転んでもいいのしっていうね、その狂気を狙う。それが大切なんです。それで、それが、どこまでも、我々の場合、いつでも、宙に浮くんだ。宙に浮くのを浮かないで、必勝を変えるところをいつも狙って生きる。ここが、あれですね、覚めるということ。それが、どこまでもやっていかなくちゃならないから、向上の、正式向上の意義です。だから、決して、正式の他に何かあるんだ。向上の正式だ。そして、不動、未正然の接続なり。これ、両親が生まれる以前の姿ですね。それが、接続っていうのは、最後の、いろいろの小分けした、小分けだ。つまり、老い命の働く姿だ。で、仏像をそじることなくんばよし、あり。これ、それをね、もし座相に修すると、そうすると、これ、法仏像だ。から、それじゃあ、座相なんてのはどうでもいいのかって言ったら、これはまた、法仏像。仏さんをそじることだ。そうでないね、その、内に向かって座相を修する。修する。こう、なんとかして、なでてね、その、取り付くね。それも、仏さんを、そしるんだ。仏像をそしるんだ。それから、座相を投げ出せば、これもそしるんだ。ただ座禅するっていう、そこがあれなんで、そういうのは両刀を変えて、これが仏像をそしること、なくんばよし。よしない。で、今だ創始に失業を免れるなり、これ、なぜって言ったらね、座物そのまんまが、節物なり、これ、先にありましたね、仏さんを殺しちゃうんだ。仏っていう塊もない。だから創始に失業って、自分の命を投げ出して座って。で、頭長きこと三尺、首短くこと二寸。どんな、こんなの、こんな人がいたら、それこそ偽物に出したいって言われて。昔、私に証言者ってね、靖国神社に、日、よく、学校から、先生から行ったけど、そうすると靖国神社の境内にいろんな偽物が出てたよね。その中に、頭の長いこと三尺、首短くこと二寸、そんな看板が出てるわけね。そして、そんなの、身に入るやつがいるわけだけどね。これはそんな見せ物の話じゃない。そうでない。その、今、座禅に聞いて、座禅にした限りは、一般世間の人とは全く異なるということを言わんとして、今、こういう、ふうに言われるんだね。これは座禅にしたら、もう座禅の、座禅人っていうのは全く世間人と変わっちゃうんだ。座の人界と世の人界とはるかに異なる。一旦座禅したら、その世間の人間が全くガラッと違う。まあこれは、座禅心の、表題の真の話ですね。
それからいよいよ法然心の本文に入って、ブツブツの用意。ブツブツは必ずブツブツを用意させる、その用意に勉強せる。これ誰に、これは今言うように仏っていうのはね、卑怯に合わず生命実物に、生命実物に変えるとかね、これが仏だ。生命実物が生命実物することこそ生命実物の用意が一番大切なことだ。ラネンというのはね、そういう一番大切なこと、今実習実業する、だからその用意現状せる、これラネンだ。祖祖の器用戦士この子なし、まああの、あれですね、弟子と師匠とのこうつながってくる。この弟子がね、師匠の口真似だけしてたんだったらね、これ仏法が伝わったとは言えない。そうでない、師匠の言葉、師匠がうって言ったら、そのうを師匠がうって言ったら、待って、いや言い返す、その言い返すところがなくちゃダメだ。どうせね、言葉でもって全てが言えることじゃないんだから、その裏がある。そしてだから師匠が無って言ったら弟子としては無って言わなきゃ、そういうふうにね、そういう無無、そういう二つを超えたところをこそ伝えなくちゃなんて。だから、この通り祖祖のこの通り、これ祖祖なんだ。そういう、この、口真似じゃなくて、例えば、騒ぎ同士の口真似だけしてるんだったら、騒ぎ同士の方が伝わっていない。で騒ぎ同士の、その方を、その言葉を超えてるところを、掴んで自由に表すってところがなくちゃ。まあ、私が騒ぎ同士の言葉を一番守ってるのは、出家者は、自分の生き方を想像することであるっていう騒ぎ同士の言葉はあれに守ってる。どうせね、出家者っていうのは自分の、生き方想像してからなくちゃ、騒ぎ同士の生き方と同じように生きなくちゃって、それだったらもうダメだ。で、この句をそれになればこそ祖祖になるね。で、当然エレンがある、この心には消防が伝授する、身には絵が伝授のおけさですね、伝授する絵を一度真理一度の方こそ伝えていかなくちゃ。おおよそ回答勘弁の面々、これ仏仏の容器、勘弁回答の図、これ祖祖の器用なり、いや回答勘弁の勘弁回答とってね、同じこと言い換えただけです。つまり、仏仏容器も祖祖の器用も、結局、生命実物が生命実物たること。それが、その、仏仏の容器、祖祖の器用。で、地味に触れずに指定しろ。これ今言ったように、地に触れずしてしまうというのは、万事休息して、今ダレにすることによって、万事休息して、そして何するか、命の実物の冷め冷めるか。これはね、各地じゃないの。今冷め冷めるって、ダレのところで、冷め冷めるからね、各地じゃない。各地は商業になる。領地の地にあらず。領地はどうさない。いや、感覚近くで悟るっていうね。そんな各地は相手があるから少量がある。今、命の実物の冷め冷めるっていうのはそういうの。相手なしに冷める。だから、無偏在ですね。それから、領地の地にある。領地っていうのは分かり知る。俺には分かるっていうためには造作だよ。
休息する、そのこと、万事休息するってね、すべてやめるって言ったら何やめるか、悟りもやめるって言ったら、居眠りもやめなくちゃ。その悟りだけはやめましたけど、居眠りだけは取りましたって言ったら、それじゃ、ダメだね。悟りもやめるけど、居眠りもやめるって、そこで覚めた。だから、六祖大師がね、何時、青年大師に何時、何時して何を話すって言ったら、正体もまたなさずってね、その正体もまたなさずって、悟りもしませんって、すべてやめたってね、悟りもやめました、しかしな、居眠りもやめました、それそれでなくちゃ。で、平地と土用すべから、天地っていうのはやっぱり主演に渡るから、やっぱり相手がで、理事と極道をすべから、で、理事っていうのは、これは内部観察と。内部観察する点でも、まあ、やっぱり相手がある。で、だから今言うように、座禅してさ、私はいい表現になりましたね。いい気分になりました。そんなね、相手と。不足事というのは、名刀ない名刀、安刀ない安刀だ。この名の時は、徹底、北海ことごとく名。安の時は、北海ことごとく安。結局ね、まあ、普通に私がいつも言う、出会うところは正で。ダメしてね、それは冷め冷めるって言って、我々ダメしてて、いつでもそういう、冷め冷めてるとか、そうでない、もう温度と湿気の加減じゃねえ、これまあ、大体我々の、あれですね、まあ、こういう、こうでもってって、まあ、たまたま1時間座るって言ったら、これはまあ、万人楽な。そうなんですよ、それで、ね、朝早くから、夜遅くまでって言ったら、もう、大体、坊主がよく痛めして、居眠りするまで、ね、朝4時、下手すると2時間は叩き起こされるからね、そういうのって、ほっと続きゃ、あんた、眠くなってくるのは当たり前だもん。それっていうのはね、若い人生っていうのは、もう、なるべく、ね、寝させないようにする、しないと、ただ考えちゃうからね、女女って、そっちの方ばっかり考えると、若いやつはみんなそうだから、それだから、まずく早く起こして、そして、あれですね、そういう妄想を描く余地のないようにしてるわけです。そうすると今度、妄想はもう、妄想まで手が届かないと。しかし今度はその代わり、今度は眠くなっちゃって、寝ちゃうんですね。妄想っていうの、なかなか恨めしいとこあるよ。じゃあ、坊さんに、まあ想像で修行してる坊さんに、なんか、ごちそう出してね、あれすると、まず、先、手